こんにちは、速稼塾の久保です。やっぱりね、ビットコインはね、暗号通貨の王様ですよね。ずっと冷えていた景気にこれからね、だいぶ底上げが期待できるかなと思っております。それではね、さまざまなニュースが入ってますのでご覧いただきたいと思います。こちらをどうぞ。はい、ビットコイン急反発ということでね、ザ・ビー・ワード超大物3人が猛プッシュをしていると。仮想通貨市場で大きな暗号通貨の反発の兆しが見えました。それが先日に行われた今回の大購入なんですよね。3万ドルを割るかなっていうところで大きな反発が起きて、今ね350万ほどに値段が上がりましたけども、そこに抵抗入れをしたのがこのクラーケンだったということなんですよね。まあ、記事の方は動画概要欄に貼っときますけども、ちょっとね、ちょっとだけ読んでみましょう。こちらですかね。これ何が反発の材料になったのだろうか。今回は過去数ヶ月続いたネガティブなヘッドライン、中国マイニング規制とか環境問題バッシング、GBTC 解禁など、あ、これありましたよね、これね。ここからの急反発ですね。要するに反発して急上昇したっていうことです、値段がね。もしかしたらそうかもしれないです。きっかけとなったのは、ザ・ビー・ワードというイベントだ。これですよ。このイベントがあることも後で知ったわけなんですけども、やっぱ暗号通貨にやっぱ詳しい人ってのはね、こういうことを事前に捉えておいて仕込むってことがありますんで、この急反発の前にもう仕込みが完了していて、それが呼び水になったのもあって、このザ・ビーワードっていうイベントでさらに値段が上がったってことなんですよね。これはどんなイベントかというと、伝統的なメディアによるビットコインに関する報道を正したり、ビットコインの汚名を返上することが目的、まさにビットコインの価格を上げるためのイベントだったってことですよね。そこに超大物のイーロン・マスク氏、出ました、ジャック・ドーシー氏、そしてキャシー・ウッド氏が揃って登場したということで、まあこれはね、かなり期待の持てるイベントだったんではないかなと思います。ということでね、ということでいいニュースが入った後なんですけども、さらにこういうニュースもあります。ちょっとね、記事読ませてもらいますね。アメリカ、ビットコインを法定通貨にするエルサルバドル、採掘にも参入ということで、エルサルバドルなどの、まあいわゆるね、開発途上国がマイニング事業にも積極的に参入して、その国がビットコインを法定通貨にしているってことなんですよ。この流れっていうのはどんどん広がると思いますね。今エルサルバドルですけども、チリとかペルーとかにも広がっていくんじゃないかなと思います。まあ、要するにね、アフリカを軸とした開発と合わせて、南アメリカの開発、中南米の開発にもこういった暗号通貨が使われるんじゃないかなってことなんですよ。まあ、ああいうところにはね、小さな反政府組織とかいろんなね、ゲリラ部隊とかがいて物々しいところがありますけども、全てはお金の流通が起きてないところにその問題があるんですよ。豊かさ、そして貧富の差、こういったところの歪みですよね。これを占めるのが暗号通貨しかないということで、この暗号通貨しっかりと普及すれば、この貧富の差もなくなりですね、皆さんが豊かになって平和な世の中の方が儲かるよねってことになっていくと。あとは人の感情ですよね。やったやられたってものが徐々に富、金銭というものについてバランスが取れていくのかなと思いますね。そちらの方向に向かっていけば、暗号通貨の利用域っていうのはまだまだ上がってくると思いますんで、今回の発表っていうのは大切にしていきたいなと思いますよね。そしてもう一個肝心なところですけども、これ昨日のニュースなんですよ。米テスラビットコイン決済再開する可能性が高いということで、イーロン・マスク CEO が声明を出されています。今回のイベントに出られたのもその可能性を示唆するものであったのではないかなと思いますよね。21日の取引でビットコインは 8% 上昇、イーサーは 11% 上昇、テスラは引け後の時間外で 0.8% 安ということなんですけども、まあ、イーロン・マスク氏は3月にテスラ社の購入にビットコインの利用を認めたんですが、2ヶ月足らずでそれを中止すると発表しましたよね。ただですね、環境への影響を軽減するために再生可能エネルギーの使用に取り組む採掘業者は増えつつあるわけなんですよ。そしてマスク氏はこういうふうに言ってます。テスラの使命は持続可能なエネルギーの出現を加速させることだということなんですよね。ということでね、まあ私は価格を押し上げて売ることを信じない、ビットコインが成功するのを見たいというふうなコメントも出てます。これはですね、テスラとスペース X が所有するビットコインと別に個人的にビットコイン、イーサリアムで同時コインを所有しているというふうに、イーロン・マスク氏が明かしたことに続いてのコメントになります。ということでね、イーロン・マスク氏、暗号通貨にかなり前向きな姿勢を持ってますし、個人的にも購入していて、会社としても利用をこうやって考えているということなんですよ。で、これからですね、ここに書いてますけども、ビットコイン、イーサリアム、同時コイン、
この3つを軸としてイーロン・マスク氏がどん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 事業とともに推し進めていってくれるんではなかろうかと思います。まあ、少なくともイーロン・マスク氏は自分の発言や行動が暗号通貨に多大な影響を与えるということを自覚しているからこそこうやって報道の前でもね、いろいろ喋るんだと思いますので、私たちもせっかく垂らされた雲の糸ですから、イーロン・マスク氏のこれからのコメントに注目していきたいと思います。そして電気自動車、いろんな問題がありますけども、売れるといいですね。それでは以上です。